さて、じゃあその、これはね、さっきのオプションかな、見てもらったでしょ。そしたらさっきのごまにペースと、例えば、1、2、3枚。うん、楽しいね。こんだけやったら楽しい。これはなんか、考え忘れちゃったけど、この記事やったら時期もね。濡れたらね、そんな、まあ、女子は知ってるけど、まだ知らない年齢の女子はね、覚えておいてね。もう本当に時期で言ってたら、帰りたないんでしょ。うち先帰るわとか言って、帰るの寂しいからね。だから実際、水着買ったらね、まあ、興味ないでしょうけど、うちらの時あったかもしれない。80年代にやったから、うちらの青春時代は。じゃあ、思わず地区に敏感に透けちゃうぞ的なものがあったかもって、その後のがあるのかな。それだともっと、もっとより気をつけて、スポーツのウェアでね、水着は買ってる。外で買った時は。で、ネットで買った時どんなの来るのかわからないけど、まあまあ大丈夫なんだ。思うよ、きっと。知らんけど。まあ、そんなにいやらしく見えすぎないかどうかっていうのは、ネットやと書いてあるじゃん。今どういうふうに書いてあるんですか。ね。で、一応ね、スカイ水浴場のエアプール行く前に、女子が一回お風呂で水バーッとかけてみて、大丈夫かとか調べてね、濡れた時どういうふうに見えるかちゃんと調べてね、そうやないと、泊まりがけた友達と、見た時とかね、ガーンってなるでしょ。ね、透けてる、しまったって。せっかく来たのに、あの男の子も来てるのに、みたいな。で、止めるの。いや、そういう人もね、昔はどうやったのね。今はどうやったのね。まあ、ね、テンションとかね。うん、そら、テンションとかね。一人泳がれる。で、コミックやったのね。一人泳げない子が、主役だったりして。そうね、じゃん。どう思う？つか、かなり青年コミックだよね。おい、お前どうしたんだよ。ねえ、ダメだから。ダメだから。なんで、こうぞ、やめて。おい、お前、怪我でもしてるのか。見せろ。キャーないかな。な、無視されるから。泳げねえ、つか、キャーって、普通の男子だったら、あいつ、泳げねえのしゃーなって。普通の健康男子だと思っちゃうね。思春期いいかな。思春期いいかな。思春期になって。いや、なんか、泳げねえ。なんか、だんだん、まあ、いやらちくなっちゃう。いやらちくちゃうね、これ。大丈夫です。うん、いやらちくちゃう。あんまり反ってない、ね。大丈夫。うん。しょっちゅう反らへんと、その体が痛むからね。違うでしょ。いや、違う。普通女子なんで、これぐらいは入ります。普通は。1ぐらいの硬いやったら、身長175センチ。じゃあもう、1ぐらいの、1週間も違うかって。まあ、1ぐらい性格が硬いで、ヒゲも入るし、1ぐらい入るし、1ぐらい出るよ。知らんでしょ、そんなこと知らなかった人。だからね、もう、すげえもう、ひげも生えへん女子っていうのは、ね、本当に小さい子の身長。女子ってこんなケア大変よ。ただ、じゃあ困難なんですか、女子の、ここはって。もう、これに近いのもある。うちは、杉田先生のおじいちゃん預かってるから、まあ、こんなふうになっちゃうけど。そうじゃない場合も、こんなふうな、女子オーナーに語るのが。じゃあ、もう、どんどん見えへん。もう、化粧して。お疲れ様でした。じゃあ、こっちに化粧して。うちは、あえてしてない。だって、預かってんねんもん。はっきり言ってるし、杉田先生、ちんちん。そこで隠してもしたんだ、ね。その上で、極力、ちゃんとしてるだけやんね。自分らしく。でも、隠さんで、ここ。隠さんだからここで。ここだね。でしょ。ここは、こんな目にありましたよって、ばかり見たか。でしょ。こんな目になってる。で、こんな目になってる。ここはそんな、まあ、言うこともないですね。移植手術させられてても、移植手術されてても、こうなんだ、こうなんだ、で、これは、女
週にかかるから、もう命がない。そろそろいろんなこと自覚できてきたんですよ、人間が多いから。やばいな、やばいことしてやったら、うちみたいですね。どうしようか、破滅しちゃうか、みんな。まあ、私に戻してもらえるはずやから、今回。いつも戻してもらって、生き方が結構ね、こういう発言した時点まで生きてたらね、でうちが切れへんかったことが、大変さします。巨人坂本選手は昔、あの人がプロ野球選手でも何でもない、ただの不良少年やった頃からの付き合いで、ね、その頃までの付き合い、それ以降付き合いでね、でその時に約束、今回、ことごとくクリアしていってるからね、しまったって状態なんで、困ってると思う、向こう、知らんけど、どうしたらいいの？で、それを、じゃあ、お互い、しまったって。転生して叶えてもこんなに困っちゃうんだってね。お互い思ってるでしょ。ね、あの時に約束叶えたんだけどな。でも転生してたらなんかぼーっと忘れて、その時の約束がいいんだ、ここまで頑張っちゃったんか。いうのもあるし。でもそんな結構芸能界にはね、結構いなりやん、世界が覚えてる。スポーツのいなりやちょっとトッププロは無理やな。芸能界いなりやんのトッププロになる。で、芸能界の方からこっちようとしてなんか謎のイベント、こっちはもう恥ずかしいやら、なんかもうね、しかもなんでうちの歌歌のうち歌歌ってくださいうちの作詞作曲のやつのことかなと思いながら、あれ歌って、その時にそして杉田美桜先生の歌って呼んでて、そしてチンポ変換式それがいやね、そんな気色悪い儀式今回もそれなんの、大体慣れてると思うんかしらけど、そっちはあんまりな、たくさん転生してんのか、うちみんなも最後全部生きるから久しぶりにここに戻ってきて、あれあるんちゃうかと思ってチンポ変換式で、もっとみんな幼かった時代なんか、その刺して変換とか意味ない、そのあれがあったよその時の旅過ぎた皆先生はモロッコで、どこか、バリとブーケット、どっかで知らない女性のおまんこに食事をしてもらってて俺がね、年っこしにくいからとか言ってで、浸水式でないねんってな、もうやめてって言って、そんなバカバカしい時間、その放送できへんで、もう今回の事件っていうかな報道もできへんね、今回の事件、身内のパーティーとか、その後乱行とか嫌やし、まさにそれやったらまだこの事件はそういったら嫌やで、なそこでなんか、まあ、秋江さんの登場で、ごめんして、おかしくお願いします。じゃあ、間違えたから。間違えたごめんなさい。あんだけ見てたのね、私の人気。ずっと間違えてたんで。そうやって、あの、維新ってなんかもう、吉本新喜劇の、なんか悪い金持ちみたいな、なんか、ベテラン商店街いじめる悪いやつだったら、その時点で終わってたよね。ほんで、バトルゲーショート攻撃で、大いに笑ったけどね。阿部昭恵さんです。タイマーパーティーとかさらすなよ。うち責任とかされるやんけ。絶対だ、そんな儀式いらんかった。ちょっと別に普通にそう、だからじゃあ外科医呼んでるんか、ナスとか出たか、そのクリニックをもう勘弁して、それだけはもう嫌やから、嫌やから、嫌やから、